帰ってきたわよ。お疲れ様、ルイ。今日は本当にありがとう。おかげで私が求める真実をつかむことができたわ。感謝してもしきれないわね。結構遅かったけど、あれからまだ色々と調べてたの。そうね、ちなみに穏健派に入ることになったわ。ルイが大司教から情報を盗んでくれたおかげでここまで調べがついたんだもの。今日明日はゆっくり休んでね。なるほど、確かに記憶が変わってるみたいね。ムーナ、感謝しますよ。私に最高の出会いをもたらしてくれたこと、私からお礼の品を与えたいくらいだわ。でしたら私を穏健派に加入させてください。そして私のミスをフォローしてくれたら嬉しいです。いいでしょう。ムーナに私の株を与えましょう。そして私からも一つお願いしてもよろしいでしょうか。セッカ様たちは今回の件、ムーナから得た情報だと記憶が改ざんされています。この後会うことがあれば話を合わせてください。それだけで全面協力を約束します。あの大司教が全面協力まで約束してくれた。別に悪意のある口止めでもなさそうだし、そこは私も乗ってあげるわ。私の得た情報で結果を出せたならよかったわ。少しは信用してくれたらいいわ。信用してるわよ。変わったと思ったから連れてきたのよ。そもそも今だって無力化してる私があなたを止める術はないのに、こうやってここにいる。明日は自由行動、そして明後日帰るわね。でもルイは帰るまで自由行動でいいわよ。観光しててもいいし、休んでてもいいし、ゆっくりしててよ。あなた、強いのね。無償で人を信じれるなんて。できることじゃないわよ。私悪心教なのに。お風呂入ってくるわね。ないと思うけど寝てていいから。以前と目が違うのだからそれだけで十分よ。人はふとした瞬間、ふとしたきっかけで変われる生き物だからね。私だってそうだったし、結果お姉ちゃんだってそう、パパもそう、みんなきっかけで変わった。良い方向性に変わろうとするルイ、私は応援するわよ。どうしたの早朝早くに。誰か僕たちを追っている奴がいる。早ければこの早朝でここを狙ってきそうだと考えたからさっさとチェックアウトして移動するぞ。気づかなかったわね。目処はついてる。ムッフ、これは僕のマイベストシスターの理論だね。この特徴的な感覚、知らなければ気づくこともできないほどの違和感特性、これは理論で間違いない。うん、さすがシスコン顔がキモいわ。姿を隠している以上これ以上首を突っ込まれるのは知り合いとはいえ面倒ね。弱探知でフィロンの居場所を把握することはできないの。してもいいけど即バレ間違いなしだね。情報という分野においては多分歴代の防衛軍一だと自負してる。どこから私たちのことを嗅ぎつけたかは知らないけど面倒な話ね。妹ちゃんのことは任せていい。それ以外の障害物は私が対処するから。へえ、フィロン以外に誰かいると。勘よ、情報収集特化のやつが動く場合、同時に用心棒もいるって相場が決まってんのよ。いなかったらラッキーくらいだけどね。さすが、経験年数が違うね。ある、大切な人を守りたいなら甘さを捨てなさい。突き放すことも守るには大事なことよ。これはあなたが最後に妹と別れを告げていなかったから特別。ここを曖昧にしたらフィロンはあなたを追いかけるでしょうね。そして自ら危険に身を投じる。わかってる、この状況だって僕が選んだ道だ。後悔はしないよ。戦おう、フィロンのために。僕は生半可な覚悟でこのお面は被っていない。そう、なら相手が来たら迎え撃ちなさい。援護は任せて。すごい、多分相手、私の探知に気づいたかも。残念だったね、猫身を襲撃してやろうって魂胆だったのにね。どうする、昨日言った通りセッカと月下を呼ぶ。うん、ステラって人とセッカちゃんが知り合いなのはいいけど、もう一人の情報、ここをうやむやにされたらダメ。もしセッカちゃんか、相手も黙秘してるから、みたいに説得してきたら最悪私たちとセッカちゃんの関係が悪化する。だから先にもう一人の方を探る。あれだけ頑丈に身を隠してるわけだしね。教えてって言って素直に教えてくれるほど甘くもないか。ならステラは私に任せてよ。どうせ邪魔してくるだろうしさ。うん、セッカと月下を使うのはその最終手段。二人を使ってステラを止めて交渉する。ダメならそれまで。だけど探知機や盗聴器はつけさせてもらう。了解、じゃまあ、ベスト尽くしてよ。あと死なないように。そうだね、威力業務妨害でとっ捕まえちゃうぞ。お前らにそんな権利ないだろ。嘘ついたってうねえに聞くるぞ。チェーン先輩、こいつ強いな。威力殺したと思ったんだけど、まだガードした手が震えてる。いきなり襲ってくるなんてね。悪いことでもしてたかな。悪いことしてるのはお前らだろ。ずっとストーカーしてきてさ。被害者こっち。 OK、 アンダースターン。はい、こうだすなよメスガキ。おとなしく見てたらボコボコは勘弁してやる。能力を使う前にバレた。なんて殺気能力。というかあなたの方がメスガキだよね。私が説得するからフィロンは離れていて。私に血を出させたい以上冗談では済ませないぞガキ。冗談じゃボケー。鼻からこっちは喧嘩しに来とんじゃ。ボコしてコンクリ詰めして川に流して川で洗濯してるばあさんに拾われてろ。名前はコンクリから生まれたコンタロウな。
半物質。相当な能力ぶら下げても扱いきれないバカかよくと分かっていれば怖くもなんともない。マジか、半物質を真正面から受けたのに。そういえばチェインとはすごく相性いいのよね。火力がバカ高いのは目に見えてわかるから安心して突撃できるし、その爆発反動はチェインでもダメージ受けるからこっちはダメージ受けないのにチェインは勝手にダメージ受けるし、近接でも能力でも負ける要素ないし、まだまだね、チェインも。あのチェイン先輩が一方的にまずい相手だったのかな。どうしよう、せっかちゃんを呼ぼう。そうすればステラの方は止まってくれる。ダメだよ、その連絡先にはかけさせない。君たちには僕たちのことを諦めてもらう。そう約束できるまでは敵だよ。返せ。それは大事なものなんだ。数少ない大事な思い出なんだ。返せー。フィロー。別に取らないよ。そのなんでもない携帯が大事なものなんてね。なんでもなくない?これは私がお兄と一緒に選んで決めた携帯なんだ。今は増えることのない大事な思い出なんだ。ああ。きついな。僕はちょっと舐めてたかもしれないな。相棒。僕の判断で一番泣かせたくない子を泣かせた。大事な子に辛い思い、言葉、経験をさせてしまった。それを目の当たりにするのは、答えるな。安心させてあげたい。シスコンって罵られてもいいから抱きしめて、無事だよ。って言ってあげたい。でもこんな近くにいるのにそんな簡単なことすらできないなんて。大事なものは失ってから本当の価値に気づく。そんなのよく聞く言葉のはずなのに。そうか、これから僕はずっとフィロンに嘘をつかないといけないのか。ステラ、だから僕にちゃんと別れを告げさせるつもりだったのか。未練を捨てろと、もう僕はファルドラと名乗れないのだから。約束を守ってくれるならいい。別に悪さはしていない。詮索はやめてくれ。別に私も悪意があって詮索してたわけじゃないよ。知り合いの人探しをしてただけ。ステラに用事があった。行方不明だったから。私のお兄もステラと同じタイミングで消息不明になった。だから真実が知りたかった。お兄が最後どうなったのか、生きてるのか、死んでるのか。もしあなたが知っているなら教えてほしい。お兄、いや、ファルドラ、ニートロフの詳細を。私が君たちに求めることはそれだけで。それだけなんだよ。かわいいな、フィロン。僕のためにここまで来たのか。僕なんかのために無理して頑張ってくれたのか。それはなんて嬉しいんだ。いい妹を持ったな、ファルドラ。僕は羨ましいよ。ファルドラは死んだ。僕はステラからそう聞いたよ。ああ、ひどい嘘だ。死因もない。誰もが得をしない嘘。そんなひどい嘘をフィロンに。悪いステラ、僕は相棒との約束もあるんだ。大事な奴を泣かせるな。って、だから自分にとって都合の悪い嘘をつくよ。懐かしいな、昔はよくこうやって頭を撫でてたっけ。でも、聞いただけで確証はない。だから悲しむ必要はないよ。僕はステラを止めてくる。勘違いだったと。でも君たちもむやみに怪しい奴らに近づかないように。だったら連絡先教えてよ。私は一刻も早くお兄の安否を知りたいの。事情を知ってるなら協力してよ。僕だけ聞いておくよ。だけど僕のは教えない。それが条件だ。今使える携帯ないし、それに別に聞かなくても丸暗記してるし。いや、フィロンの横にいるのチェインじゃん。クソ邪魔だなー。チェインか。私チェインならボコボコにできるわよ。相性いいのよ、半物質と。ああ、ステラの矛盾火力バカにはもってこいだからな。チェインは無条件でバカ火力だからなー。そうそう、それに近距離も中途半端にできる子だから私の矛盾もガンガン積もっていってねー。なんかそう考えたらちょっと戦いたくなったわ。ちょっと可愛がってくるわ。チェインも相手が悪かったなー。ステラが相手じゃなかったら余裕だっただろうに。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。